皆さんこんにちは、アパレルオです。今回は夏に履きたいおすすめのカラーパンツをご紹介していこうと思います。ということで、パタゴニアからグラミチまで、ご紹介しておりますので、またぜひ最後までご覧いただければと思います。ということで行ってみたいと思います。まず一つ目なんですけども、こちらカラーバリエーションが本当に豊富な、パタゴニアのメンズバギーズロングの、ショーツのやつですね。もうパタゴニアといえばという感じの言わずと知れた名作なんですけども、2022年春夏からは、ちょっとお値段が700円ぐらい、ちょっとアップされてますので、そこはちょっと一つポイントとしてありますね。今回ご紹介するのはこちらのオレンジの方ですね。個人的に、かなりおすすめなお色となってまして、発色がとにかく綺麗な感じのショーツとなっております。まあもう無難に白のロンティーとか、もう半袖でもいいんですけども、まあベーシックなカラーと合わせていただくと、ショーツがより一層入るんじゃないかなと思います。また他のカラーバリエーションであったりとか商品説明も過去の動画で詳しくご紹介してますので、また気になる方はそちらの方をご覧いただければと思います。今回履いてる色に関しましてはサイズ感が結構大きめに履いておりますので、実際はもっともっとスッキリとしたシルエットとなりますので、ちょっと今回分かりにくい動画となってしまって申し訳ないですけども、まあ個人的にはこのぐらいの緩さでも全然好きなので、まあその辺をご理解いただいた上でご参考になればなと思います。でちなみにお値段が税込みで8250円ですね。一応スイムショーツですので、まあ本当に幅広くお使いいただけるのでおすすめです。で続きましてこちらグラミチのシェルパッカブルショーツですね。まあこれも本当にカラーバリエーションがすごく豊富で、まあこうペイズリーといった柄物の色もありますので、まあその辺もちょっとこう挑戦したい方はこの夏いいんじゃないかなと思います。まあその中でも今回はグリーンとペイズリーを履いてみておりますので、まあその辺もご覧いただければと思います。でこちらですね、結構深めなグリーンとなりますので、わりかし個人的には黒とか、濃いめなトップスと合わすとすごく、引き締まって見えるんじゃないかなと思います。形も結構腰回りは緩くて裾の幅はわりかしスッキリしてますので、本当にラインはすごく綺麗に見えるかと思いますね。カラーパンツ自体は本当に好き嫌いが出るかと思うんですけども、結構色の濃いものを選んでいただいたら、わりかしこう原色に近い色でも落ち着いた感じでお使いいただけるんじゃないかなと思います。で続きましてこちらペイズリーの方ですね。先ほどのグリーンもそうやったんですけども、こちらのペイズリー柄もベースは本当にわりかし深めなお色となってますので、全然そんな子供っぽくなったりとかやんちゃすぎる感じには見えないかと思いますので、結構柄があっても落ち着いた印象でお使いいただけると思います。でここでさらにこう引き締めるには、やっぱりトップスを濃いめな色、まあ、黒とかチャコールグレーとか結構原色の濃い色を使っていただくと、より大人っぽい感じのスタイリングに近づくんじゃないかなと思います。で続きましてですけども、ノースフェイスのパープルレーベルのストレッチツイルショーツですね。こちらの、一番のおすすめカラーはこちらのホワイトですね。もうとにかくね、こう白のショーツっていうところがもう本当にかっこよくて、大人っぽくて使っていただきやすいかなと思います。もう真っ白っていうよりちょっとこうきなりっぽい感じのお色となりますので、もう本当にコーディネートもすごくしやすくて、形自体少しきれいめな感じですので、まあ革靴とか、まあ、ローファーとかで合わせていただいてもすごく相性はいいんじゃないかなと思います。僕個人的に持ってるトップスはもうほぼ黒が多いんですけども、まあ本当にそういった部分でも相性は良くて、まあシューズの色と合わせていただいたりするとよりこう上下引き締まった感じでお使いいただけるかなと思います。真っ白のショーツってなると少しこう気負いしちゃう部分はあるかと思うんですけども、まあこのぐらいちょっとこうオフホワイトといいますか、きなりっぽい感じのお色なので、まあうまくこう色も中和してくれて、なんかこうパキッとしすぎないところが個人的には好きな、おすすめできるポイントです。で続きましてですけども、こちらグラミチのニューナローショーツですね。もうこれも本当に定番中の定番といった夏ザ・夏っていう感じのショーツなんですけども、もう本当にこれも形もすごく綺麗で、先ほどの、パッカブルとほぼほぼ近い感じのサイズ感なんですが、まあ、こちら素材がコットンになりますので、この無骨な感じを表現できるというところも一つこちらの特徴かなと思います。でこの中で今回ベージュの方を履いてるんですけども、まあ、色的にはもう間違いなくこう合わせやすくて、使い勝手が非常にいい色ですので、1本持っておくには間違いない、カラーショーツかなと思います。
こちらのコットンの方に関しましては、洗濯をこう繰り返すとちょっと色も抜けてきたりっていう感じで、まあ、あのオリジナリティも少し出てくるんじゃないかなと思います。まあ、特にベージュの色はそこまで分かりにくいんですけども、ネイビーとかは結構色が薄くなったりしますので、まあ、その辺も含めて楽しんでいただける一本になっていくんじゃないかなと思います。まあ、こちらの方も過去の動画で、アップしておりますので、気になる方はそちらもご覧いただければと思います。いやでも改めてこう見ると腰回りもすごくスッキリしてて、バランスは非常に綺麗なショーツかと思いますので、ぜひおすすめです。でこちら最後ですね、ノースフェースパープルレベルのフィールドベーカーショーツですね。こちらも生地がシアサッカーになってますので、もともと凹凸がある生地で肌触りが非常に良くて、真夏でもさらっと履いていただけるというところが一番の特徴かなと思います。ウエストも総ゴムでストレッチ性のある生地感ですので、本当にアクティブなシーンでもストレスなくこう幅広く動きに対応してくれるんじゃないかなと思いますので、ぜひこちらもおすすめです。中でも今回履いてるのがこちらのベージュですね。結構明るめなお色となりますので、まあ、そんなにあの濃いベージュとかではないので、少し軽快な感じの印象はスタイリングとしてしやすいんじゃないかなと思います。まあ、これもちょっとオーバーサイズ気味に履いてるんで、あのジャストで履くともっともっとあの太もものところとかはスッキリ見えるので、まあ、そこはご理解いただければと思います。ということで今回ご紹介してきました夏に履きたいおすすめカラーショーツですね。気になる方ぜひぜひ概要欄にもリンク貼っておきますので、こちらもチェックしていただければと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。